皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校3年生国語、読んで感想を持ち、伝え合おうの1時間目の内容です。国語の下の教科書95ページを開いて、一緒に国語の勉強に取り組みましょう。勉強を始める前に、用意するものを確認しましょう。国語の教科書、印刷したワークシート。ワークシートを用意するのが難しい場合は、ノートを用意しましょう。この単元では、科学読み物などの本を読んで、引きつけられたことや、もっと知りたいと思ったことを、文章にまとめられる力をつけてほしいと思います。単元の学習計画はこのようになっています。では、アリの行列で新しく学習する漢字を学習しましょう。全部で3つです。県宮、庭、庭。三つの漢字を漢字ドリルを使って読んだり書いたりできるように練習しておきましょう。では、いよいよ本日の学習に入りましょう。今日の目当ては、本文を読み、文章全体の組み立てを考えようです。ここで動画を止めて、ワークシートがない人は、今日の目当てをノートに書きましょう。今日の学習の流れです。1、全文を音読し、段落番号を書く。2、不思議だなと思ったことや、もっと知りたいことなどを簡単に感想にまとめる。3、この文章の問いと答えを探して書く。4、はじめ、中、終わりに分けて文章の組み立てを考える。では、96ページを開いてください。途中までは先生が読みますので、その先は自分で読みましょう。最初の一文字下がっているところに、段落番号1を書きましょう。では読みます。夏になると、庭や公園の隅などで、アリの行列を見かけることがあります。その行列は、アリの巣から餌のあるところまでずっと続いています。アリは物がよく見えません。それなのになぜアリの行列ができるのでしょうか。ここからは動画を止めて自分で読んでいきましょう。読み終えたら動画を再生しましょう。読み終えましたか？段落はいくつありましたか？全部で9段落になります。合わなかった人は動画を止めて段落番号を書き直しましょう。さて、アリの行列を読んで初めて知ったことや不思議だなぁと思うこと、もっと知りたいことはありませんでしたか？ここで動画を止めて感想をワークシートに簡単に書きましょう。書き終わったら動画を進めましょう。
書き終えましたか？この感想は後でぜひお家の人に伝えましょう。ところで皆さんは説明する文章を詳しく読むときにどんなことに気をつけましたか？コマを楽しむの学習を思い返してみましょう。そうです。コマを楽しむで学習したように、文章全体の組み立てを考え、はじめ、中、終わりに分けて読むことができます。この大きなまとまりは、一つ、またはいくつかの段落でできていましたね。はじめには問いが、中には問いに対する答えが、終わりには全体のまとめが書かれていることを学習しました。問いと答えに気をつけると、文章全体の組み立て、段落の中心を捉えることができます。では、このありの行列の文章全体の組み立てはどのようになっているのでしょうか。まずは問いを、そしてその答えとなる部分を見つけていきましょう。答えは文章全体や段落の中心になります。次に使われている言葉に気をつけて、問いと答えの段落番号を探してワークシートに書きましょう。なぜという言葉を探すと問いがわかりますね。問いの部分を見つけてワークシートに書きましょう。書き終わったら動画を進めましょう。見つかりましたか？なぜという言葉。そうです。一段落です。一段落の最後96ページ5行目。なぜありの行列ができるのでしょうか？です。次にその答えを見つけてワークシートに書きましょう。このようにという言葉に気づくと答えがわかりやすいですね。書き終わったら動画を進めましょう。そうです。9段落です。100ページ8行目。匂いをたどって餌のところに行ったり、巣に帰ったりするので、アリの行列ができるというわけです。のところです。それでは、文章を3つに分けてみましょう。ここで動画を止めて、はじめ、中、終わりの3つに分けましょう。書き終わったら動画を進めましょう。分けられましたか？問いがあるので、1段落がはじめです。このようにと中をまとめているので9段落が終わりです。2から8段落が中となります。皆さん、合っていましたか？分け方が間違っていた人は直しておきましょう。では、今日の学習を振り返り、ワークシートを書きましょう。今日の目当ては、本文を読んで文章の組み立てを考えようでしたね。振り返りの観点は3つです。1、問いと答えの文を選ぶことができたか。2、はじめ、中、終わりに分けることができたか。3. 積極的に取り組めたか。
そして今日の学習を振り返り、分かったことや考えたことを文章で書きましょう。今日の振り返りはお家の人に見せましょう。また今日使ったワークシートは学校に行ったら先生に見せましょう。学校で友達との勉強にも使えるようノートに貼っておきましょう。次の時間では中を段落同士のつながりに気をつけて読み、ウィルソンの研究を確かめます。これで1時間目の学習を終わりにします。